なんか止まりそうな気がするもん。目的はね、大会モードの全制覇をして、最終的にはね、ダークドリアムと戦う宇宙一決定戦を目指すところです。なので、すべての職業大会をね、制覇したいんですけども、まず、やっぱり、まあ、この動画はグレートドラキー最強伝説ということでね、魔物使い決定戦でグレートドラキーのね、勇姿を皆さんと見届けたいと思います。どうしても、この職、4職はグレートドラキーそのものが使えないんで、そのための処置になりますね。その2は。なんでまあ、まずはね、グレートドラキーが大活躍するであろう、最強魔物使い決定戦に挑んでいきましょう。さあ、来たなー。ドラゴンクエスト、モンスターバトルのビクトリー。これさあ、現地で見たい。何度見てもこの映像俺好きなんだよなー。6度目、7度目になっても。これさあ、こういう映像をさ、現地で見たら絶対興奮するんだと思うよ。いや、見てみたいなこういうパレードを。Ladies and Gentlemen、バトルロードファンの皆様、大変なだらくお待たせいたしました。ここに最強魔物使い決定戦の開催を宣言いたします。バトルロードワン風味があっていいじゃないか。まずはこの方をお呼びしましょう。バトルロードの見栄えあります、ミスターボレーお、腕組んどるやないか。どうした？強いんか？ようこそ戦いの聖地。ついに最強魔物使いを決める時が来た。もうなんかセリフ覚えてんねんけど。最強魔物使い大会。1回戦。ここで負けたらどうしましょうと私は思っていますけど。大丈夫です。シールドこそサイコロンがいるっていうのは大丈夫だと思う。マネマネがちょっと怖いかな。うん。ただこいつらね、地味にね、強いモンスターの集まりなんだよな。それでは主人公の登場です。ドラキー、タホドラキー、ドラキーマ、レッツゴーさあ、筐体時代に愛したその強さ。もう一度このゲームを見せておくれ。ね、僕の思い出補正が入ってますから。ね、過去に動画にも何回もしたこともある思い出補正がありますからね。グレートドラキーでね、最強魔物使い大会、優勝したいと思います。皆さんに、まあ、グレートドラキーってどれぐらいのモンスターなのって思うかもしれないんで、そのちょっとね、強さを紐解いていこうと思うんですよ。まず1回戦はね、前座中の前座みたいなもんなんで。グレートドラキーは、1の初期の初期に実装された合体モンスター。だから同期にキングスライムとかがいますね。はい。で、一番高い能力は賢さです。賢さって何なのかって言いますと、呪文の攻撃や、呪文のダメージを抑えるというね、ことがあります。はい。ただ、グレートドラキーに、そんな呪文なんて存在しないんですよ、このゲームに。さあ、シューティングスター、いけ、命中率 99%! まあ、避けられたですからね。避けられたっていうのは仕方ありませんよ。命中率 99%! シューティングスター、イェーイ！おぉあ、サイクロン全然大丈夫です。グレートドラキーはなんとですね、めっちゃ強いです。ああ、それ以前の問題。それ以前の問題ね。うん。回避率 25% ですからね。ああ、まあ、よかった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 。モジャスちょっと怖いんだけどな、俺。ね、一番高い能力は賢さ。力。大事なんだね。力ですよ。合体モンスターに一番大事なのは力なんですよね。で、その力がね、おお、いいね、いいよけ、いいよけ。その力が、なんとですね、103です。103ってどれぐらいかっていうと、ナイトリッチより低いっす。1枠カードのナイトリッチより、力が低いって言えばね、ちょっと待って、結構食らうんだけど、その、ひりきさがわかるかもしれないですけど、まあ一応ね、技の威力係数でなんとかなってるんで、まあそこまで力の低さは気にならない。めっちゃ気になる。いや、嘘ついた。めっちゃ引きになる。200とかでとったもんな。シューティングさん！ちょっと待ってって！シューティングスターなのに当たらねえんだこれがよし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 、でもなんか会心出してなんとかしてくれてる。頑張ってくる、頑張ってる。お前の頑張りを認めてやる。さあ、ここでね、強力なスペシャルカードであるギガデインを使います。グレートドラキーを使った場合は SP が何でも使えるなんで。お、来た！いいね！全てを凍らせるつもりだ！
グレートフルブリザード、力108から繰り出されるグレートフルブリザード。いや弱いんだ、弱いんだ。さあ第2回戦です。まあ、1回戦はね、辛くも勝利しましたね。まあでも結構避けてくれたのはでかいな。でちょっとここも問題なんだけどグレートドラキーの体制的に問題だな。このグレートドラキーの厳しいところは、原始のドラキーたちにはなかったんですけど、打撃弱点なんですよ。はい。原始のドラキーたちにはそんなものなかったですよ。打撃弱点なんて。合体した途端、打撃弱点になりまして、その打撃の弱さはどれぐらいかっていうと、まあ、モンバトで言うと、打撃に弱いモンスターって言ったら、まあ、ボストロールとか皆さんちょっとね、思い浮かぶと思うんですよ。HP が高い代わりに、もう打撃をボコスか食らう。まあ、そういうイメージのあるモンスターなんですけど、そのボストロールの打撃に弱いっす、こいつ。どういうことかっていうと、ボストロールの打撃に弱いんですよ。グレートラキー。おい、しかも避けてくれればね。避けてくれば。しかし、ボストロールと比較してね、何が勝っているかというと、この回避率 25%。なんで、とりあえず、すべての攻撃を避けるというね、鬼コンボは、まあ 2% しかなかったんで、避けろっていうのは無理があったんですよ。てか、これやばくない?ちょっと。はっ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 は。なんで500なら食らわなきゃいけねえんだよ。いくら力ため入ったからってさ。さあ、その打撃弱点がね、よう響いてます。打撃、ボストローリーを言えからな。避ければいい、避ければいい。そう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 、避ければいいんですよ。ただし避ければいいんです。で、グレートフルブリザードを連打してるのは、こっちの方が火力が出るからですね、一応。おー、いいね。あ、いいね。ギガ電で終わりじゃん。お、やるじゃん。オッケー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 、やるじゃん。今のはちょっとすごい、褒めれる褒めれる。やっぱグレートフルブリザードの威力係数でなんとか食っていけるレベルだなこいつで。爆発攻撃大丈夫です。あ、まあまあまあ大丈夫ということにしましょう。うん、一気に押し切ります。ここはこれグレートフルブリザードの強さ見せられたんじゃない。これグレートだけの強さ見せたよ。まあいい避けも入ったし、グレートフルブリザードの威力も見えたし、なかなかいい勝負でした。うん、これこれこうやってサクサク勝っていきたいね。3回戦、ブーヤンは悪魔系を対応してきます。ここ勝てば、でも、決勝戦までシードなんで、だいぶ余裕ができます。だからここで負けたくはない、正直言うと。うまいこと魔物を組み合わせないと、ブーヤンに負ける人もね、多々ありますね。ブーヤンが2ターン目に水のリングこいつ使ってくるんですよ。だから氷属性に弱いチームで行っちゃうと、割とガリガリ削られます。で、大目玉のアンストロンが問題で、グレットドラキーが上取ってくれればいいんですけどね。グレートラキー割と素早い方に入って100なんで素早さがちょうど。まあ、これで大目玉と同速勝負みたいなとこあるんで、グレートフルブリザードでね、ちょっと打点を取っておきたい。はい !OK! まあまあ、OK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 。ガーゴイルにだいぶ出てるなら大丈夫だ。まあ、バギマは全然大丈夫です。賢さ200超えてるんで。で、風耐性もあります。OK! 硬さを見せていくんだよな、こうやってな。で、ベースのデスサイズはもう言うこともなく打撃弱点です。普通に食らいます。いったなんでこんな食らわなきゃいけねえんだ?はい、アストロン。このアストロンもね、まあ普通の打撃なんだけど、痛いな。なんで200食らわなきゃいけないの、アストロンで。そんな攻撃ないんですけどね、このゲームね。ここでです!ここのターンここですね。水のリングってことは分かっているんで、風のマントルを防ぎましょう。ベレスと大目玉が、どっちの技も特技なんですよ。なんで、これを使うことで、まあ、ガーゴイルは仕方ないんですけど、2体の攻撃を無効化しつつ、水のリングも無効化するんで、多分ここはこれが最適策です。さあ、問題はだ。あー、やだなー。やだなー、格付き。格付きやめて。やめて、ラブいった !100!100 か!まあ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 、100に抑えたのは偉いか。まあ、電撃放射とベースの攻撃は、ここで無効ができるんで大丈夫ですね。問題は、このターンにグレートドラキーがどれだけ打点を出してくれるか。シューティングスターの方がいいかもしんない。今は。ソウルイタも大丈夫。うんうん。オッケー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 。ちゃんとね、モンスターのいいところと悪いところを理解して勝利に導きます。なんだってね、私もね、ボンバットネーム3年4年やってんですよ。このゲームを。まあ、休止期間とかあれどね。3年4年やって、うわー一番当ててほしいところ当ててね。これグレートブリザードだね。うん。ガーゴイルに当ててくれ。グレートブリザード頼む。あ、それアストロンやばい。あ、やばい。
やばい、アストロンやばい、それ。やばい、シューティングスターの方が良かったじゃん、それやったら結果論で。あー、まあ、このターン耐えて、グレドラちゃんが素早さ100で動けばいける。まあ、100だからね。まあ、そうだね。まあ、あと1体、1体、1体、1体。あと1回当たればいい。当たり、1回当たればいい。大丈夫、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 大丈夫だ。で、ここで、ガリガリ削られるのか。避けろ !25%! そう、グレートラキーの回率は 25%。鬼コンボの 12.5 倍です。つまり。このターンで決着だ！早く動いた方が勝ちだ。まあ、素早さ100なんでね。こっちは3桁。我、素早さ3桁。まあ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 。我、素早さ3桁なんですよ。相手は素早さ3桁いるモンスター。音、相手の攻撃、避けろー !25%! 耐えろ耐えろー、なんで避けへんねん。 12.5 倍やぞ、鬼コンボの。あれ、これは、ベギアゴンじゃない。ギラだ。はい、うん、!300 出てるかな。これはドルモアではない。ただの暗黒呪文。ドルマだ。ドンキュレッツ。これは鬼コンボ最強伝説でもよくやってました。そうです。ここカットするから別によくね。さあ、行きましょう。これは、イオナズンではない、ただのイオラだ。行くぜ、せーの、はい、ただの暗黒呪文ドルマだ、はい、はい、自分のために賢さを得る、レッツゴー、行くぜ。これはまさにカイザーオフェニックスならぬただのギーだ、はい。さあ、戻ってきたぜ、ブーヤ。僕を頑張るぞ、すげえ勝負だ。ブーヤ、どうした？なんかちょっとあれ？ブーヤ、ちょっと顔が震えてたぞ。どうした？なんか、怖いもんでも見たんかな、あいつ。一体、どうしたことでしょう？なんか、今、この会場が冷え切ってる気がします。あ、まあね、グレートドラキーがね、魔力の氷塊を使う、グレートフーブリザードをね、いや、多分、力を蓄えてるからですかね。なんか今ね、僕にはよくわかんないんですけど、この会場が凍りついている気がします。はい。まるで何か恐ろしいものでも見たのかのようなね。そんな凍りつけが感じられますがね。気にせずやっていきましょう。まあね、それは多分ね、グレートドラキーがいるからだと思うんですよ。てか、アストロンされたな、地味に。もう。早いな、グレートドラキー、すばせ100だろ。お、いいね、それいいね。とりあえず 25% で避けていくしかない。で、グレートウィザードは、ガーゴイルに当てるのはね、絶対条件だと思うよ。弱点取れるから。はい。ちょっと待ってくれ待ってくれ、そうなると話が変わってくるんだよな。ガーゴイルに避けられるか。スターの方がいい？スターの方がいいのか？ベレスいるってことは。ベレスを狙い撃ちすればいいから。で、ここはあえて、ちょっともう水のリング食らいましょう。避ければいいんですよ。追加効果のある攻撃って言っても、避ければいい。25% で避ければいいんで、ここはグランドネビラとかの攻撃系に回した方がいいかもしんない。避ければいいからね。まあ言っちゃえばね。25% が避けませんね。25%。避けません。まあまあまあ100だから。追加攻撃食らうのは100だから可愛いもんかもしんない。まあそのね、2200しかない HP に100って結構効くんだけどね。オッケー、シューティングスターよく当たった。アストロンじゃないとこ行ったね。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ。いいよいいよ、しっかり当たれば大丈夫だよ。命中率 99%、シューティングスター行くぜ、オーラー、オッケー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 。滑空好きね。これ避ければいい。避ければでかい。25%。オリコンボの 12.5 倍の回避率。12.5 倍ぞ。オリコンボにさ、なんかさ、避けろ頑張れとか言っとった時代があったんですよ、昔。ねえ。そんなんダメですよ。やっぱね、回避率、回避率が全てを解決してくれることも、厳しいな、これ。これはネビラ案件ですね。これネビラ案件ですね。HP がもうこんなになってしまいました、気づいたら。ネビラして、
そのまま押し切っちゃいましょう。ネビュラして、グレートフルブリザードで。よし、じゃあ、すべてを凍らせるつもりだ。いけ、いてつきなさい。いけー、うわーし、うわーし。なんとかここを突破しました。ここを突破すれば、今から決勝で何回負けても何回も挑戦できますね。はい。うぅ、泣いてるぜ。うぅ、ギズンズ、泣いてるぜ、お前。お前ら変わらしいんやろよ。仮にね、ここのヒラに負けてもね、決勝戦からやり直せるんで、かなり気持ちが楽になりましたね。はい。なんかちょっと会場の雰囲気もあったかくなってきましたね。なんででしょうかね。ちょっと、僕には、わかんないですね。さあ、決勝戦のヒラのパーティーですよ。これね、グレートドラキーに対してはかなり厳しいパーティーなんだよな。ダンビラムーチョ、スライム、ベルっていうのは、まあ、全ての技がグレートドラキーに弱点をつけます。逆に言えばグレートドラキーどうなってんだって話ですけど、まあ、と言いますか、モンバトって割と打撃技が多いんですよ。基本的に打撃偏重なモンバトのモンスターたちにおいて打撃弱点っていうのはやっぱり致命的なんですよね。まずそこの問題。まずそれが問題よ。うん。で、スライムはミラクルフラッシュでも、スラストライクでも嫌な打点をもらえます。あ、これ、グレードフルメザンはいいかもな。痛い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 な、もう。開始早々強烈な当たりです。開始早々強烈な当たり。いやー、開始率高いからな、イヤイギとかさ、スラストライクとか。まあ、避けてもらうしかないね。打撃弱点だし。避けろ、うぅ、痛えなー。さあ、シューティングスターで取り返せるか。この打点を取り返してくれ。シューティングスター行くぜー、いいねいいね、いいね、いいね、いいね。こちらも負けずと反撃しようぜ。いいね、反撃、いい反撃だ。いけ、いいよ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 。次、グレートフルブリザードして、グレートフルブリザードして、それで攻撃 SP で詰めれれば完璧。さあ、お互いね、激しい攻防となりました。このターン、ちょっと耐えてほしいね。そうすれば、ネビラ圏内に抑えられる。ミラクルフラッシュか。あー、やばい。ちょっとやばい。耐久ライン怪しいか。てか、2ターンで勝負つくのはやめてくれよ。てか、避けてくれよ、グレートドラキー。いや、うまいことグレートブリザード削って、ネビラ圏内入れてくれれば、あ、よし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 、いける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 、あとは耐えればいける。居合切りはまず避けよう。これ1ミロに必須ですね。まあ、25% ってことは、試行回数がかなり多いんで、避けることもね、十分あり得ます。え？耐える？これ。おっと、相手の攻撃。え？耐える？いや、避けろ！耐えろ！耐える！耐える！耐える！全然大丈夫！オッケー！オッケー！オッケー！お前やるじゃん。やっぱ、回避率っていいよね。モンバトネって回避率っていいよね。肝心な時に避けてくれっていう時にさ、避けれるんやな、お前。わかったわかった。やるじゃねえか。グレドラちゃん、最後に回避を見せてくれましたな。よし、いや、一発突破でかい、ここ。おめでとう、おめでとう。I am チャンピオン。モンバス大会大丈夫かな。